遅いぞカカロット。あれ、準備運動やっていたんだ。褒めと思いきしやるためによ。俺は貴様を超えてみせる。だったらほら、もっと先に行ってやる。ほざけ。始めるぞ、徹底的にな。なるほど、準備運動をしてきたというのはあながち嘘ではないようだな。おめえと戦うんだったら全力出せるようにしとかねえとつまんねえじゃねえか。だったら見せてもらおうか、貴様の全力を。ふざけやがって。やるな。いいんか、おめえがこの程度ならこのままオーラが勝たしてもらうぞ。安いとはしやがって。だが俺に舐めた口を聞いたこと後悔することになるぞ。お互い体は温まったな。ここからが本番だ。そう暗くてはな。こいつはやべえな。行くぞカカロット。初めて戦ったのもここだったな。俺のプライドを自殺だにした。あの時の敗北は忘れてはおらんぞ。トリックホール。カカロット。どうしたカカロット、そんな程度じゃないだろう。やめるな、よっやっ、やめるな。あの時のお前はヤバいくらいに強くて、俺はなんでかワクワクが止まらなかった。俺はあの時から気に食わなかった。瞬く間に強くなっていく貴様が、そして自分自身の不甲斐なさだな。強くなれんのか。チ
中で初めて貴様と戦った後、ナメック星での経験を経て俺は強くなった。だがそれでも貴様はいつだって俺の上にいた。俺の想像よりもさらに上に。フリーザとの戦いの時も、セルとの戦いでもそうだ。そして貴様があの世から戻ってきたあの時も、力の差は開いてばかりだった。ん？何がおかしい？やっぱこうしてお前と戦うのはめちゃくちゃ楽しい。拳合わせたらよ、どんどん力が溢れてくる。もっともっと戦いたいって思えてくる。それでこそサイヤ人だ。よし、さらに飛ばしていくぞ。ついてこいよベジータ。ついてこいだと？そのセリフそっくりそのまま返してくれる。なんてこった、スーパーサイヤ人3が解けちまった。どうやらお互いかなり消耗してしまったようだな。ああけど、まだまだ戦える。そうだろう、当たり前だ。行くぞ。
やるじゃねえか、ベジータ。なめるなよ、カカロット。俺はお前以上にトレーニングを続けていたんだ。その甲斐あって今回は引き分けってとこか。引き分けだと？バカめ、もう終わったつもりか。俺の体力は残っている。次で白黒つけるぞ。いや、さっさと構えろ。でもおめボロボロじゃねえか。それは貴様もだろう。行くぞカカロット、次こそ俺が勝つ。ちょっと待ってくれよ。買い物楽しいな。なあ、さっきからやたらと地面が揺れたり風が強くなったりしてねえべか。そうですね、何かあったのかしら。また悟空さんの仕業じゃねえだろうな。まさか最近のお父さんは前ほど激しいことはしてないですよ。だからだべ、いろいろとたまりにたまったものがあってよ。だってほら、似た者同士のベジータさんだっているべ。あの二人が暇つぶしで戦いでもしたらなあ。鋭いし否定もできない。何度やっても引き分けだ。おのれ。けどさすがに限界だ。もう叩けねえ。米もだろ。今日のところはこれで勘弁してやる。だがな、俺はさらに強くなって次こそは貴様に勝つ。ベジータらしいや。カカロット。ん？貴様はなぜ強さを求める？ん？俺は貴様に負けないために。では貴様はどうなんだ？戦う前にはベジータが言ったよな。オラたちは本能が戦いを求めるって。実はさ、そりゃオラも強く感じてんだ。もしかしたらよ、まだ知らねえどっかにめちゃくちゃ強いやつがいるかもしんねえ。そんな風に思うとさ、楽しくなってくる。そんで、そんな強いやつと思いっきり戦えてって思っちまうんだ。どうせ戦うんなら、どんなやつが相手でも負けねえようにして。だから、俺はもっともっと強くなりてえんだ。ベジータもそうだろ？なあ。貴様は変わらんな。うわ、歓迎出したら楽しくなってきた。ほらワクワクすっぞ。孫悟空の進む最強への道はまだまだ続いていくのである。